YouTuber っぽい感じのタイトルとかつけてすまんけど、今から言うことは冗談だから前に受けんなよ。はい、おはようございます。松島亮でございます。底辺 YouTuber でございます。ゲッドポ。12月12日にミニアルバム五輪フリースタイルが発売になります。よろしくお願いいたします。ちょっと光の加減がなんかちょっとあれですね。今日は、イエローバックスから購入した T 所持してます。俺この前ねイエローバックスからね購入した T があるんじゃ。それはこれなんじゃ。じゃーん。俺はインターネットで買い物して結構開けないでほっといたりして、それを怒られたりするんじゃ。これもまだ未開封なんだけど、早速開けてみようと思います。はい、 We just getting to the top. We just getting to the top、ちゃんと紙も入ってるぜ。このやべえ紙も入ってるぜ。To the top gang っていうね、 TTTG We just getting to the top. We just getting to the top ね、書いてる。これをね買ったんじゃ。買って所持してるんじゃ。まあ、いつか着て歩いたりしようかなとか、そんなことしたらね、あれかもしんないけど、これ波物語の騒動があって、イエローバックスさんがこの T シャツの売り上げ全部寄付するぜって言って、なんやかんや580万円なんか寄付したんだよね、愛知県にね。それって俺すごいいいことだと思うんですよ。だから今回も逮捕されちゃって残念だし、まあ今更なんだろう、そのラッパーがタイマーぐらいで逮捕されて、どうこうっていうのはもはやそんなにみんな気にしてないと思うんだけど、でもやっぱ社会人である以上は、関係ある会社とか、例えばだけど、まあ、AI さんとかそういうドメジャーのアーティストと曲やったりとかもしてて、今後何らかのプロモーションが予定されていたりとか、何らかの作品に、映像だったりそのバースが使われるっていうのが、一回なしになっちゃったりとかっていうことはあるかもしれない。それ自体も僕は考えていっていいと思うんだけど、タイマーで捕まったぐらいで回収とか、削除とか、まあ、別にしなくていいんじゃないかなと僕は思いますけど、まあ社会でやってる以上はそういうなんか通例というか、慣習があるわけですよね。だから迷惑かかっちゃう人もいると思うんで、100% 悪くないとは言えないけども、まあそういうね残念なニュースがあったけど、それと同じぐらいやっぱ580万円寄付してんだよねっていうのとかも、同じかそれ以上話題にしてあげた方がいいと思うんですよね、僕は。だから逮捕されたんかいってね言って、みんなまあ大喜利見たくなったり、受けるとかね、もう今だったら受けるぐらいの方が多いと思うけど、リアクションとしては。でもそういうまあこう一般社会におけるこうネガティブなイメージばかりが広まりやすいという社会はね、僕はあまり良くないというか、炎上したりこうなんか失敗したらすごい話題になるけど、コツコツ頑張っていることとか真面目にやってきたことっていうのはそんなにこう炎上っていう言葉、僕はバズっていうんですか、そんなに一生懸命やってもバズんないけど、ちょっと失敗したらすぐ炎上しちゃうみたいなのってあんま良くないと思うから、逮捕されたのと同時に580万寄付してるのは立派だよねっていうのとかも伝えていけたらなって思うんですよね。だから今日は僕はこのイエローバックスから購入したやばいブツをね、俺は実は所持してんだぜっていうね。で僕はまあ割と日本のヒップホップアーティストのものだったり、そういうのは割と買うようにしてるんですよね。それは、まあ、おこがましいっていうか、まあ、僕の、まあ、趣味のコレクションでもあるんだけど、日本で、ね、ラップの活動してる時点で僕は全員ファンだと思う、ファンだし応援してるから、で応援ってどうしたらいいのかなって思って、やっぱお金を使うのが一番いいと思うんですよね。だからみんなも僕のことを応援するときはお金を使ってくださいよっていうことなんですけどね。はい、そんな感じで、今日はちょっと、ヒップホップのダーティーな一面にね、垣間見えるような動画だったかもしれませんね。はい、あざした。